福岡市の12月議会が開会し、物価高騰などを踏まえた経済対策や保健所の一元化を盛り込んだ補正予算案などが上程されました。福岡市の今回の一般会計の補正予算は総額でおよそ233億円です。国が物価高騰への経済対策として低所得世帯に対し1世帯当たり7万円を支給する給付金事業に175億2000万円余りが計上されました。このほか介護・障害者施設に光熱費と食費の支援におよそ13億4000万円、保育所などへの光熱費の支援におよそ6500万円などとなっています。また市内7区にある保健所の感染症対応などの業務を一元化し、福岡市保健所を来年度に新設する条例案も審議されます。会期は19日までとなっています。